坂本駅は、宮城県渡り郡山本町、坂本麻町東にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。常磐線における、宮城県西南の駅であり、JR 東日本仙台支社の南端駅である。岩沼駅が管理し、JR 東日本東北総合サービスが受託する、業務委託駅。出札窓口、自動券売機、簡易イカ改札機設置。 当駅岩沼駅間は仙台支社管轄となる。国鉄時代は水戸鉄道管理局の管轄であった。高架駅。移設に伴い単式ホーム一面一線に縮小され、交換設備のない駅となる。ホーム岩屋の柱は付近の橋梁に合わせ青空色とされた。新駅舎は旧駅舎から西方へ約 1km 離れた国道6号線。 坂本交差点の南東の位置に移設された。国道を挟んで、西側の96号線との間の一帯には、新駅舎の開業に合わせて、災害公営住宅をはじめとする、住宅地の整備が進められており、ロータリー、駐車場、駐輪場が設けられている。旧駅舎は新駅舎から、さらに東方の中浜部落にあった。旧駅舎から国道6号まで一直線に道路が、 伸びており、旧駅舎のすぐ東側を、県道38号線が走っていた。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴い発生した津波で駅の構内設備は消滅した。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ホームとは、古線橋で連絡。ホーム上には、待合所が置かれていた。 かつては相対式ホーム2面2線の構造であったが、近くの川が大雨の度に氾濫したことから、島式ホームに改良された。現在、旧駅周辺はさらちになっている。鉄道復旧前は、上磐線が痛いバスが、渡り駅相馬間で運行されており、国道6号の停留所から乗り降りしていた。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は192人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。注釈出典。ありがとうございます。